皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの缶のハイボール、電源ハイボールのレビュー動画となります。こちらはですね、麦焼酎の樽熟系の麦焼酎、電源の缶のハイボールとなっています。ではレビュー行ってみたいと思います。まず開栓時なんですけど、うっすらと樽の香りがします。甘さも感じる香りですね。口に含むと自然な甘み、少し酸味、樽熟の風味がありまして、爽やかなウイスキーハイボール系です。苦味はかなり少なめですね。ロックにするとキレが良く喉越しが良くなります。缶からそのまま飲んだ方が樽の香りは感じやすいんですけど、ロックでシャキッと飲む方が僕は好きですね。全体的なイメージなんですけど、これはまず結構飲みやすいですよね。まあ、そんなにこう何か引っかかる風味があるわけでもなく、樽熟の風味といっても結構軽いものなので、まあ、例えばですね、ウイスキーが強すぎて飲めないみたいな方に関しては、まあ、実際ウイスキーでも飲みやすいのがあれば全然ハイボールなら飲めるかと思うんですけど、ただまあこれもその一種としてありなのかなっていう感じがします。麦らしさとかですね、そういうところは何とも言えないですね。まあなくはないかなって感じしますけど、ものすごく麦らしいわけではないんですけど、ただどうですかね、まあキレとか爽快感というのは特にロックにした時には強く感じますので、これはなかなか僕は好きですね。普段常用するかというと、飲むものがたくさんあるので特に買ったりはしないんですけど、そういうことがなければこれは時々買ってみてもいいかなって思うぐらいの感じとなります。ただ何か特別感があるかというと、それほどではないですね。前回の動画でも名前を出したイッコモンハイボール紫の場合は、見かけたら即買いたいぐらいの、それぐらいのイメージなんで、少しそれに比べるとランクが落ちてしまう感じはあります。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。